嘘でしょ。え、そんなことある？はい、ゲスト研修の伊沢です。川上です。こうちゃんです。ナイスガイのスカイです。たたいてネットリテラシーナンバーワン決定戦。いやインターネットを一番うまく利用することができるのは誰かを決めていきます。おーよーし。知識ラウンドと実技ラウンドの2つを行い、合計ポイントの高い人が優勝となります。実技ラウンド健能なツイートをするとかそれやってる段階でリテラシー低いって。確かにはい、それでは第1問いきます。はい。この問題は一番近い値を書いた1人が正解となります。おお。問題。ノートンブログの2018年2月21日の記事で、6桁であること、小文字の A 文字と数字で構成されていることの2点を満たすよう設定したパスワードは、破るのにどれくらいの時間がかかると書かれているでしょう。で、何時間なの？単位はお好きなように。うわー、やめて指定してくれよえ、じゃあ、ふむと秒で書いてもいい？ふむと秒で書いてもいい？ふむと秒で書いてもいい？意味わかんない。回答オープン。15秒。82分06秒。3時間。2時間半。おお、バラバラ。あ、かなりバラげたね。アルファベットは26文字で、数字が10個だから、36の、まあ、6乗個なわけじゃないですか。それぐらいだったら、なんか今のコンピューターはバシッと決めるんじゃないですか。いや、そうなんですよ。すごい。それはすごい。ちゃんと問題解いとるやん。ちゃんと問題解くんですよ。偉いわ。最近やっぱ大文字入れたりとか、記号を入れるっていうのがトレンドじゃないですか。トレンドで。トレンドで。トレンドで。ってなった時に、じゃあ問題のニュアンスとしては短い方を解くニュアンスだなと。思って短めに見積もって82分。そう、まだ破れる。なんで語呂合わせにしてるの？破れるから。正解は9秒でございます。おい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 、こうちゃんバカなんだな。ということで、正解したこうちゃん10ポイント獲得です。いや、これはすごい。問題。1986年に登場し、世界初のコンピューターウイルスと言われるブレイン。このウイルスが作られた目的とは何でしょう。まずはこうちゃんいきましょう。回答オープン。遊ぶために。おお、そんな深い意図なく、うい、作ったらできた。なるほど。それ僕も大体じゃあそうです。はい。相手のパソコンに変な画像いっぱいわーって作る、脳の画像とかわし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 って画面に広がるみたいなことをして、おい、できたぜみたいな。私は違うね。システムの穴を点検する。ああ、なるほど。だって遊ぶためで出したらさ、2問目にしてそれかよってなるじゃん。それは違うやん。なるほど、なるほど。ってなった時にこれかなと思って、王子の音がうるせえな。コンピューターをウイルスから守るためのプレイウイルス、こういうものが生まれた時やばいなと思って先に作っちゃう。ワクチン屋さんだ。そうですね。正解は、自社が販売するソフトに仕込んでおいて不正にコピーされるのを防ぐためでございます。なるほど。0.7 点か。だから不正コピーに対して働くウイルスなんだ。そうです。現在のウイルスのような悪質なものではなく、ソフトを正しい方法で使う分には作動しないウイルスで、むしろセキュリティソフトじゃん。じゃあ、まあそういうことですね。なるほどね。まとめられてるコメントが頭に出るし言うじゃん。問題。史上最強のハッカーと称されるケビン・ミトニックも得意としたというソーシャルエンジニアリングとは、どんな方法で機密情報を盗むことを言うか、例を挙げなさい。うわぁ、はい、行きましょう。こちゃんから行きましょう。オープン。ある場所に情報を入れるとそのまま転送する。例えばパスワードを入れるなんか枠みたいなのがあって、持ち込んだらそのまま送られた時に、ノーションに行くみたいなことかな。ご経験がある？ないです。ソーシャルメディアの個人アカウントなどをハッキングして、そこからだんだんと上位組織へのパスワードを盗み出して、インターネットを介して攻撃したいコンピューター、あるいはサーバーにアクセスして、で、ここはソーシャルの部分、インターネットを介して、はい、エンジニアリングの部分、これ RS 暗号は力づくで破る。結構剛腕でいったね。インターネットで遠隔でお家からやるっていうことを言いたいです。僕もなんかもうこれ合法なんですけど、まだ社員のツイッターアカウントのまあリストとかを作って監視して、そこから会社の情報を得る。一人はそうでもなくても集団で集めるとそれなりに情報入ってくるんじゃないかなっていう、まあソーシャルとこだけですよね、これ。やばい、全員正解に思えるな。正解は、技術的な方法ではなく人間の隙をついて物理的に盗み見るということです。おお、よっしゃ。じゃあもう物理的な方なんだ。パスワードをメモした紙を見つける。
それから入力しているところをチラ見する、はい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 、こういうのが当たるんですが、偽のログインサイトを作って、入れさせるというのもこれは人間の心理をついてますので、こちらソーシャルエンジニアリングに含まれます。おおということで、こうちゃんのり正解。俺一番入んねと思ったよ。やったぜ。だネット返してる時点でダメなんだ。そうです。なるほど。ハッキングとかそういうのも違います。違うんだ、はい、現在のところこうちゃんが20ポイントの手得でリードしております。いや強い。今から出すクイズはめちゃくちゃ難しい問題を用意しているので、おそらく皆さんは解けません。そこで自分のスマホやタブレット端末を使って答えを調べてください。おう、ああなるほど。検索力を試されてるな。そうです。あらゆるジャンルの超難問が10問同時に表示されます。はい、順番の指定ありませんので、調べやすそうなものから取り掛かってください。はい、こうちゃんをどうにかしないといけないね。そうですね。俺がこうしてソーシャルエンジニアリングする。はい、それでは準備よろしいでしょうか。はい、はい、それではいきます。よーい、スタート。うわ、おいおい、はい、お、はい、2番ヘロドトス。違います。はい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 、はい、あ、そう、1番で1318。あ、違う。今日含むか。はい、違います。4番。はい、44万7855から44万7860。正解です。すごい、やられた。焦る、これマジで焦るよ。いいな。1番。はい、7回。正解です。うわ、すげえ。はい、8番。はい、石川町。違います。はい、はい、2番。ポリュビオス。はい、正解です。はい、ポリュビオスじゃん、これ知識で解けるわ。知ってたの。5番。はい、ポンズ。違います。違うの。6番。はい、チロセルミオフィリア。正解です。よし、はい、7番近藤忠久。はい、正解です。あ、やばい、今やってたのに。8番。はい、泉大津市。正解。よし、これはね、数えました。はい、10番。はい、大芝城立層。正解です。うわ、クソ、今やったのに。先にやればよかった、クソ。マジで最悪だ。はい、はい、9番。正解です。あ、今やろう。今円って書こうとしたのに。3番。はい、ミクロスプロール。正解です。うわ、今、はいはいはい、5番、はい、白醤油。正解。俺ミクロのミまで書いた。終了です。いいわ。津貝さん、1問目の山本さんのツイートはどうやって知られますか。これは、はい、検索したいワードの後にアンティルコロン1日を入れると、うん、その日までの、全ツイートが出てくるんですよ。はい、さらに言うとツイッター検索で from コロン ID を入れますと、その人がツイートしたものだけが出ます。あ、確かに確かに。今日スペースフロームクイズ山本スペースアンティル201807というふうに入れますと、必ずだけが出るというふうになります。なるほどね。さて、はい、結果発表に行きたいんですが、はい、その前にスペシャルラウンドがあります。おお、先に。よしやろう。はい、もうやるぜ。この中に僕が仕掛けた罠に引っかかってしまったセキュリティ意識の低い人がいましたので、その人たちはポイントを限定いたします。え、絶対俺だよ。こうちゃん考えてない。絶対こうちゃん。こうちゃん0点。こうちゃん、7番の問題はどういう風に調べますか。俺、そのまま逆ティルサーハとかしたら、はい、そしたら変なブログができた。そのサイトは僕が作った偽サイトです。逆ティルサーハなんて言葉ありません。逆ティルサーハこれしか引っかかんないじゃん。そうよ、だからなんでこの言えたかな。危険なサイトを信用して踏みますと、ウイルスの感染や情報が抜き取られる可能性がありますので、これはセキュリティ意識が低いです。うわ、セキュリティ意識低いわ。そういうセキュリティ意識の低い人はマイナス30ポイントです。やった。ウソ、そんなに。しかし引っかかったのはこうちゃんだけではありません。何。俺かな。俺はね、ツイッターでまっとうに検索しかしてないからね。強い。杉原中根の問題と常識枠の問題は偽サイトでございます。常識枠から。本当に。本当です。あんな下の方にあったのに。そうです。怖っ。それだけではありません。おこの漢字は何と読む、この像の名前は何というふうにして僕 URL を送りました。その URL は大変機嫌な URL でございます。おー、友達から送られた URL を確認せずに踏むような人はセキュリティがないです。おい、福田さんを信頼するなってこと。セキュリティアプリを入れておけばいいんです。タップしたときに確認が出ますから。あ、なるほどね、はい、あ、いや確認してもさ、福田から。確かに違和感あったんじゃない。むずむず漢字 .com。 確かに俺もなんか変だなって。むずむず漢字 .com 開いたらこの文字しかねえんだ。しかし
それだけではありません。まあ、まだあるまだある。実はこの会場に飛んでいる Wi-Fi は偽の Wi-Fi でございます。これ今僕が飛ばしている Wi-Fi で、今この会場にあるフリー Wi-Fi を接続している人はその情報を全て抜き取られている。おーいって思って、これ Wi-Fi 使ってないです。いやーめちゃめちゃ高いということで、後で見せますが、皆さんが閲覧したサイトの画像はこちらの PC にしっかり映されていますので、情報抜き取られまくりでございます。嘘でしょ、え、そんなことある？フリー Wi-Fi って書いてあるこのね、紙、僕が印刷したものですから、この会場にある、あったものではありません。困ったそれは、罠だな。今日、くださいって言ったじゃん。あいつオフィスに入れるのやめようぜ。もうやだよ。危ないもん。くださいが一番危ないよ。そうあいつ、ソーシャルエンジニアリングのプロだ。ということで、私たち4人集めて、いってらっしゃる人はいません。いや、います。最初の知識ラウンドの答えは合ってますよね。そこは疑いようないし。怖くなっちゃった。僕が作った Wi-Fi につないでますと、その皆さんが閲覧したサイトどういうのを見てるかというのはもう全部こちらに分かるようになっております。事務所の Wi-Fi つなぐのやめよう。まあ、Wi-Fi にもね、危険な Wi-Fi と安全な Wi-Fi。あ、そうだよね。それは安全な Wi-Fi なかったら困る。とうとうモバイルセキュリティ iOS 版が出ております。お、はい、このアプリ入れておきますと、今回僕が使った Wi-Fi につなごうとするとエラー検知が出るようになっております。すげえ、はい、危険ってどういう感じで危険なの？個人が飛ばしてるみたいな、そういう危険性が発表される。喫茶店とかがオフィシャルに作ってるものでも、うん、その喫茶店のオーナーが適当にその辺で買った Wi-Fi とかだったら、それは脆弱性が高いので、そういうのもちゃんと取り入れて、それやられてます。こちらノートンモバイルセキュリティ iOS 版を入れているスマホになります、はい、今は安全な方の Wi-Fi につないでおりますので、グリーンの画面が出ていると思います。うん、ほんとね。で、これを、危険な Wi-Fi に切り替えてみましょう。あ、ほんとだ、あ、変わった、変わってる。危険な状態のネットワークとともにスパイ的な男が危ない Wi-Fi につなごうとしたときに、事前に教えてくれるアプリになっております。すごい。なんか偽サイトに対しても耐性があるアプリ。そうです。あの URL の解析をされてますんで、この URL 危険だというときは踏む前にちゃんと調べてください。あー、そうなんだ。まあ、こういうアプリを入れるなどして、皆さんセキュリティ意識をしっかり持ってください。はい、はい、リアルに気をつけます。こんなに身を持ったセキュリティの授業ないっすね。ここまでやらねえよ。はい、ということで今日はね、ネットリテラシークイズをやってきましたけどね。なかなかのドッキリ。なかなかのドッキリよ、ほんまに。かなり壮大。難しすぎるよ、ドッキリ。YouTube 規模のドッキリじゃねえよ、これ。怖い、マジで。ということでね、僕たちもこう次やっとしたので、皆さんもぜひ気をつけてください。細かいことは概要欄にも書いてありますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、いつもどおりチャンネル登録、よかスマホにサブチャンツイッターの方もよろしくください。はい、今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。概要欄にツイッターなどもあるのでフォローしてください。それではまた次の動画を見てくださいね。